皆さんこんにちは、あっちゃんです。すっちゃんです。ママです。パパです。いろんな YouTuber さんたちが今やっていて、あっちゃんたちもやりたいって言っていたフルーツ飴を作りたいと思います。イエーイ。すっちゃんはやりたいとは言ってない食べたいって言ったのか。じゃあママがやりたかった、うん、あっちゃんがやりたかった。いや、パパがやりたかった。誰でもいい私たち女子さんにフルーツの皮が苦手で、みかんの薄皮とか皮ごと食べられるブドウの皮とかが食べられなくて、今日はいちごを2種類用意しました。うん、いただきます。待って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 で、大きい方が甘王で、ちっちゃい方が佐賀ほのかです。どっちも398円。何のほのかの違いじゃあ、すっちゃんはお水、あっちゃんはお砂糖ですね、はい、これをこの中に全部入れてください。はい。こっちよー。なんでこっちよー。まじまじ。うん。こっちよー。こっちまじ。はい。ちょっとこっちゃん見てくる。まじまじ。まじまじは。スーパーのまじまじどうしました？そういう感じになります。あらー。すまん。あとアスナさんも待てよ。あざどうぞ。この方からすくい上げるように、うん、で、トロトロに。で、この縁についてるやつもさ、取れるかな。お上手上手。これをじゃあレンジにかけてくるので、レンジで500W で8分で、その間にイチゴを洗ってもらいます。優しく、こういう感じで。水がついてるとうまくいかないらしいんだよね。うん、ペーパータオルで水分を取っていく。ある程度掘ったやつはそっちで本気吹きでしっかりしっかり。でっけぇ。あ、もうでもね、東京で買ったらめっちゃ高いらしいよ。うん、福岡だとね、そうでもないけど、アマオってね、福岡でしか、ね、取れないんだって。そうなの。うん、だから東京に運ぶ輸送費がかかるんだと思う。もうあと3分で出来上がるから、串に刺す作業を早めよう。こっちの大きい方は竹串でぐさり。もう1分ぐらい刺した方がいいね、これ。1分だとなんか心もとない。うん、回転する。ちっちゃい方はお団子状態のものと、そのものと2本。そう、こっちの方が作りやすいかもしれない。どうした？貫通してる。爪楊枝、日本雑誌バージョンで。これは簡単。お、うまいじゃん、すっちゃん。うまい。お団子。おお、うまい、うまい、うまい。ええ、食べないで。食べないで。こうやったら。4分だ、4個だ。ちょっとパパ、欲張りすぎじゃない？これ、飴つくかな？パやばい、もうパパの失敗の予感しかしない。失敗する？それパパ食べてる？いいよ、成功したと思うじゃん。おーおーおー、すごい。はい、甘串。甘串ってなんだよ。甘を刺すこと。あー、抜けた。やばい、これさ、甘をでかすぎたから。重いんだな。重いね。気をつけてやらない、うん。ちっちゃい方がやりやすいかも。うん、あ、よかった。あめにね、つけないといけないらしいから。はい、ありますよ、ありますよ。事故が起こるから。もう、ここから時間とか戦え。あ、そうだね、キッチンペーパーが、ああ。やり方はね、こうやって、あっち、あの、気をつけて、こうやって一周だけ。そうすると、薄皮がついている、なるらしいよね。ごめん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 。あ、でも可愛い。うん、いい感じ。うん、あ、綺麗。おお、やっぱさ、泡をでかすぎたかもしれん。おお、すごい綺麗。てかてか、大きいの？大きいよ、いいよ。じゃあ、すっちゃん、大きいのに挑戦。3つのやつは難しいな。回転してるんだ。これどうしたらいいの？やばい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 。やばい。あちゃん、これは大丈夫。よし、すっちゃん、パパ。あ、いた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 。うまい。うまい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 。ここで。うん。はい、じゃあ今度。ああ、じゃあ。この串何の串だったの？ハト
私セクシー何の話何の話してる何の話してたっけ。あまお手強すぎるね。ちょっと他の力を見せてもらおうか。全然4連一番上が全然扱ってないんですけど。ちょっと待って、こっからや、こっから。おやばい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 。はい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 、はい、あ、いた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 。うまい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 。ママ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 うまくないよ。ママうまくないよ。口出しじゃなくてさ身体になってる。痛い痛い。でさ、これパパさ、うん、すっげえガッチガチを作りたいんよ。ちょっと青いのかちょっとさ、ドロドロすぎじゃない、うん、これちょっと今日さあ、ほら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 、暑い、雨だ雨だ雨だやばい。メロンとパイナップルがあって、うん、それでふっちゃんが取ったメロンはマスカットって書いてあった。メロンじゃなかった。まあメロンって言ったけどマスカットだった。マスカットだった。バケモン飴だった。なんだよこれ。ちょっとこれ。じゃあ行ってみる。冷やした方が美味しいらしいけど、一回出来たてを食べてみよう。ついてる。やばいやばい。あ、やべ。やばい。ああ。今日は何これ、ちょっと待って。雨離す、雨離す、まさかこれを別々食べしようだなんて思ってるよ。これ食べたい。いいよ。いやでもさ、綺麗だよね、うん、ほら雨細工みたい。そう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 、試食、うん、はい、うまい食グレポお願いします。うんうん、あれなんだ、うん、飴が硬すぎてよ、うん、口の中に、うん、なんか石ころがあるみたいな。あれでもさ、他の YouTuber さんみんな美味しいって言って食べてたよね。これね、分厚い、やっぱ普通の飴玉があるじゃん、もうあれの大きさになってるもん。ASMR って言ってるのさ、ポリンポリンポリンっていう音を取るのが流行ってるみたいなので。ポリンポリンって音じゃないよこれ。ガチンガチンガチンだね。硬くてさ、うん、噛めないもん。いやママさ、これさ失敗しないレシピっていうのさ、いろいろとねめちゃめちゃ調べたんだよ昨日。これで歯抜けるぞ。いいよ、すっちゃんの ASMR です。いきます。じゃあこういう、うん、お願いします。おいしい。うん、よかった。倍を狙ったんだけど、あっ、じゃあさ、これをサムネイルを、君たちサムネイル、あっやばい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 。あっ、じゃあ、あっちゃんです、これじゃあ、すっちゃんもすごいな。すっちゃんもサムネイル、これね。やばいやばい。どうしたらいいと、どうにもならん。くっついてさ、どうにもならん。全然さ、サムネイルどころじゃ、あもうくっついてどうにもならん。怖い怖いって言われた。このままいったね。すごい、ちょっとでかすぎて、ちょっと無理じゃねえ。うわ、やばい、やばい、やばい。雨が、美味しい、雨が、雨がネチャネチャして。思ってたらと違う。いやでもね、美味しいは美味しいよね。雨の食感は良くない。結構やばい。ごめん、ママ映ってはいけない顔してる。なんで自粛性を入れよう。
いちごを食べてたとは思えない感じになってる。いちごの血だ。でもさ、こんなの食べてる。その甘めちゃめちゃしてるけど、美味しいは美味しいんだよね。そのさ、思った食感とは違うっていう話。うん、じゃじゃこれがいちご飴の現実です。ママはあっちゃんやすっちゃんが可愛くいちご飴を食べるというそういう癒し映像を撮りたかったんですが、できたのは地獄のようなイチゴでした。あっちゃんの口どうなってる？あっちゃんの口あのね、吸血鬼みたいになってる。ちょっと鏡見てる。綺麗じゃない？ほら、すごい綺麗。ただの宝石じゃん。そのただの宝石が食べられるってすごくない？なんか呪いの食感みたいな感じ。呪いの食感？飴だけ吸っちゃうさ。いやー、飴取って置いてますね。いちごだけ食べてますね。ブチって。いちごさ、ブチってちぎるってさ、普通のいちごならありえない音がしてますけど。うん、いい音じゃん。硬い。硬いやろ。抜けそうだな、これ取るじゃん。うわー、やばい。でも最近さ、なんかさ、あのさ、歯抜けたのにまた次の日抜けるみたいなことがあって。そう、2日連続で抜いたんだよ。抜けないと気持ち悪くて寝れないとかで、夜中いじり倒して抜きました。あんま髪飾りがついてる。え、ほんと？どんな？赤と透明。それ髪飾りじゃないでしょ。もう血に見える。冷やしたらどうなるかってのさ、気にならない？うん、じゃあ一回冷やしてみよう。うん、冷えたやつ持ってくるよ。はい、ほら冷えてる。みんな食べよう。あ、赤しに、パイパイになった。おー、あ、冷やした方が断然美味しい。もうさ、甘をさ、年差しにされすぎていろんなとこに穴開いてるよ。よかった、すっちゃん美味しいって、まあ、これが、お祭りで売ってたら買わないね。バイバーイ。飴買ったの前はやってた。前歯が透明の歯で口の周りは血まみれ。面白い。面白い。